息子が中1なんだね、息子が、宿題じゃないと思ってた、あ、宿題じゃなかったという、言ってた自由研究が、全員、必須の課題だったという、それだよね。じゃあどうしましょう、ネットなんか映したら映してもダメですよねっていう質問だったと思うんですよね。でこれは、あ、中1なのね、はい、ほっといてくださいだからお母さんがそこで取り繕うことないんだよ。そうでしょ、だって自分が中学生ですからもうね、まあ中1って言ったらまだみそかきなんですけども、小学生の上がりだよね、みそかきなんですけども、でもお母さんが、あ、違う、お母さんが、焦ることではないよ。だって本人がそう思ってなかったんだもん、全員、必修課題だと思ってなかったわけだから、いいわけよ。で、それをね、ガタガタやっちゃダメなの。そのまま行って他の人がみんな提出した時に自分だけしないと、その時に学びがあるわけなんだよ。マジかみたいなね。でそこの学びがある子は次はよく聞くのよ話でもね。ここであと数日で一生懸命お母さんが一生懸命こう手伝っちゃうみたいな、よくさ夏休みの工作とかでさ、どう考えても親が作ったんだろうみたいなのあるじゃない、なんとか貯金箱とか、親の展示会じゃねえんだぞみたいな、もうぶっ壊したくなっちゃうわけだ、ああいうの見るとね。でもね、な数パーセントぐらい本当に作った人もいるからね、大人が作るよりね、なんと見えないんだけど、ただあれなのよただ、やってしまうとそこでやばいっていうものがお母さんによって解消されるわけだよ。そうやっていくうちに80歳になりますよお母さん。そうやっていくうちに早朝ぐらいになるの、子供が50歳になるよ、80、50問題になります。はい、ちょっと大げさなんですけども、ただ始まりはそこですよ。何でもかんでも子供がいいように、うまくいくように親が取り繕うというね、非常に学びの場をどん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 目を飼っていっちゃうという、目は出ないいつまでたっても、で根っこのまま腐って80、50問題になるわけですよ。わかります、これね絶対やっちゃいけないと思います。しかもね、アドバイスとかはいいと思いますけども、何をしないよ、なれなれちゃん、これどう、これなんかどう、これどうしようどうしようみたいな、お母さんが恥ずかしい思いすると思ってんだよきっとね、お母さんが怒られるとかね、そういうふうに思ってる。そんなことはいいじゃない、だって自分がそう聞いてなかったんだもん、先生の話聞いてなかったり、それ知らなかったんだから、やっぱこれは自己責任は絶対に自分で負うべきですよ。当たり前じゃない、そうしなかったら学べない、いつまでたっても人の話は聞かない。でね、今ね一番思うことは人の話を聞かない、聞けないんじゃなくて聞かないんです。そういう高校生多いよ、人の話を聞かないんじゃなくて聞けないの、話が聞けないの。だから上辺の勉強はいっぱいしてきるんだけども、話が聞けない子って多いんですよ。何言ってるかわからない、だから聞かないからね、練習にならねえんで、そういう風になってしまうのは小学校からからの蓄積なんですよ。なんてやばいですから、どんどん苦い思い辛い思いはさせなきゃダメ。辛い言ったって別にちょっとなんだお前、なんでやってこないのかってちょっと言われるだけじゃない、そんなそれがなかったらさダメなんだよ。だから親が言えないでしょ、だって校長だって一生懸命こうやって勉強してるのは総長がなんだかんだ言ってるからだな、校長なんだかんだ言ってるからでしょ、校長だろ。でそういうことでそれの積み重ねで良くなっていくわけだから、やっぱり一番それが、やばいことはダメにしてるのは親なんですよ。気をつけてくださいね、はい、中1だから本当に、今まで小学校からずっと上がってきて、ね、中学校、区切りつけるべきだよね、どっかでね、どっかで区切りつけないとずっとそれの繰り返しになってくるから、ね、日韓関係じゃないけどどっかで区切りつけないとダメだよね、はい、ということですね。